これは精魂込めて作った手作り電源、通算製作番号は1390号です。でこれはですね、単点の喪失、これがリードスイッチによるものとこの板張りによる、接点と両方切り替えて使うことができます。で今これは、リードスイッチで単点を喪失しています。でここは接点がつかないようにこれを逃がしてあります。こっちやるとスピードが遅くなります。でこっちやると速くなります。ですからまあだいたいこのぐらいのところでやりますとね、今度はですね、これを逃がしまして、これでリードスイッチが働かなくなりますから、そしたらこれを追い込みます。これで板張りが接点が働きます。でここに小さなマグネットがついてますね。これでリードスイッチを操作します。でここにあるのがシリコンチューブなんですけども、このところを斜めに切ってあって、この斜めに切ってあったところに、これを当てることで停止します。で通常バウキーというのは重りにぶつけるんですけども、その場合ガチャガチャと音がうるさいんですけど、これは非常に静かで確実に停止します。でこれはですね、頂点を喪失するレバーが別に独立についてますから、端点から頂点に移るスピードがですね、タイムラグがないんですね。これが、マーク V2 という名前をついてます、バグキーですね。